お元気ですか、ペルシアンでございます。今回は DBM2021 スポーツカードセットおしべつのね開封動画でございます。前にねこれ一度ね開封しておりますので、今回は2箱目でございます。でなんでこれを買ったかと言いますとですね、今回これはね半額でね売られておりましたので、ね、ついにこの半額の方にね釣られてね買ってしまいました。けどねこれはですね 100% 直筆サインカードが出ますのでね、ぜひお楽しみください。でねこれねじゃあ最後の方にね直筆サインカードがねしまっておりますので、ね、これはね隠しましてね紹介したいと思います。すでにね紹介したいんですけどね、もう一度ね振り返るってことでね紹介したいと思います。ちょっとお待ちくださいね。今ねこれ手袋をはめてるのね、結構ね取りにくいのでね、ちょっとお待ちください。あ、取れましたね。はい、ではね早速ね開封していきたいと思います。はい、まずはですね元ヤクルトの五十嵐亮太選手で、広島東洋カープの石原義行選手、千葉ロッテマリーンズの細川徹選手で、東北楽天ゴールデンイーグルスの久保優也選手、阪神タイガースの藤川球児選手で、楽天ゴールデンイーグルスの渡辺直人選手、はい、で読売ジャイアンツの岩隈久志選手、オリックスバファローズの山崎克樹選手、阪神タイガースの岡崎太一選手、楽天イーグルスの青山浩二選手、ヤクルトスワローズの井野優選手、中日ドラゴンズの吉見一輝選手、千葉ロッテマリーンズの大谷智久選手、ヤクルトスワローズの中澤正人選手、横浜 DeNA ベイスターズの藤岡義明投手、これかつね日本ハムにもね在籍しておりました。ヤクルトスワローズの山中博文選手、阪神タイガースの上本浩樹選手、我が北海道日本ハムファイターズの黒羽俊樹選手で、オリックスバフォローズの小島修平選手、同じくオリックスバフォローズの松井裕介選手、千葉ロッテマリーンズの細谷圭選手、ヤクルトスワローズの上田剛志選手、今 YouTube ね活躍取れますね。西武ライオンズの高橋智美選手、読売ジャイアンツの藤岡孝弘選手、これ日本ハムにもね在籍しておりました。我が北海道日本ハムファイターズの浦野博士選手、横浜 DeNA、ベイスターズの日向選手、福岡ソフトバンクホークスの西田哲郎選手、我が北海道日本ハムファイターズの白村明弘選手、読売ジャイアンツの、ね、吉川大輝選手、埼玉西武ライオンズの野田翔吾選手、福岡ソフトバンクホークスの松田龍馬選手で、ここからね野球以外になります。サッカーですね。サッカーね、中村健吾選手でございます。川崎フロンターレね在籍しておりました。で、元大関琴欧州和弘関、今はね秀ノ山親方でございます。で次にですね、豪栄道豪太郎関でございます。先ほどね、断髪式をね迎えられて、今はね年より、武隈親方でございますね。間違ったらごめんなさい。
で、元プロレスラーの中西学選手でございます。で、元ボクサーの八重樫明選手でございます。で、最後はジョッキーの C 広文選手、騎手でございます。で、皆様ね、お待たせいたしました。ここからね、直筆サインカードでございます。で、ちょっと待ってくださいね。なかなかね、取りにくいんですよね。ではね、発表したいと思います。こちらですね、番号を紹介します。119/35となります。これが一体誰の直筆サインカードかと言いますとですね、タララッタッタ、はい。我が北海道日本ハムファイターズの黒羽根俊樹選手の直筆サインカードが出ました。黒羽根選手はね、かつてね、横浜 DeNA ベイスターズでもね、在籍したことがございます。確かね、トレードでね、北海道日本ハムファイターズに移籍をしました。ね、現在はね、確か独立リーグの方で、なんかコーチとしてやってるみたいですね。どこのチームかはね、ちょっとね、わからないですけどね。まあ、もし情報があればね、よろしくお願いいたします。はい。なおですね、これでおしまいなんですが、来週はですね、この直筆サインカードをね、3回連続をやりたいと思います。一体ね、何のね、ボックスが出るかは、それはね、私にもわかりません。で、プロ野球チップスカードになるかもしれませんのでね、よかったらね、見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお願いします。ね、お願いします。良い一日をね、お迎えください。ごめんなさいね。では、ペルシアンでした。ありがとうございました。